はい、おはようございます。アーキースチューデントです。今回はグラスホッパーのプラグインであるレディバグを用いて卓越風向を可視化していきたいと思います。レディバグのインストールがお済みでない方は、以前上げた動画や他にもたくさんインストールについての動画が上がっておりますので、先にそちらをご覧ください。ではいきます。まず起床ファイルを指定していきます。レディバグEPW マップですね。それとトグルを出してください。トグルですね。これをつないでいただいて、インポート EPW、それとダウンロードインピーダ、ダウンロードウェザー、それとパネルですね。基本的に URL でここに起床ファイルのデータを入れていきます。で、起床ファイルを取得するときに、このトグルをトゥルーにしてください。ちょっと開きすぎているんですけど。今回取得する起床ファイルが、千葉県。ここは千葉県ですかね。東京100里。ここを左クリック、コピーリンクトゥークリップボードを左クリックしていただいて、グラスホッパーに戻ります。そしてここの URL にコントロール V でペーストして、そうすると起床ファイルのデータがここに入っています。で、ダウンロードした起床ファイルをここでインポートしていきます。これで起床ファイルが取得できました。で、グルーピング化しておきます。次にやることが風ハイズですね。風向を可視化する。これがレディバグウィンドローズ、ウィンドローズ。ここのつなぐ場所がウィンドディレクションとデータですね。データが風速ですね。で、こちらが風向ですね。これで一旦ライノを見てみると、こういうふうに風ハイズが可視化されています。で、ここからさらにちょっとプラスアルファといいますか、やっていきますと、判例ですね。今判例がここにだいたい0.1から13.4ですね。で、これを自分で調整できるようにしていきたいと思います。ミニマイズとマキシマイズ、最小と最大があって、ここを例えば0から20っていう指定にしたいとき、0から20、そうすると、これをレジェンドパワーにつなぎます。ウィンドローズのレジェンドパワーですね。そうすると、
ご覧の通り0から20に判例が変わっております。これもグルーピング化しておきます。判例ですね。これがそしてこの風配図の期間を指定していきたいと思います。期間の指定がアナライズデータのアナライズピリオドですね。ここのピリオドをこちらにつなげて、ここを入力していきます。月と日と時間ですね。前3つがスタートの時間で、後ろ3つが終わりの時間ですね。まあ月なんで1から12ですね。そして日は1から、すいません、1から31ですね。あら、すいません、1から それと0から31、0から23ですね。で、これをコピペしていきたいと思います。そうするとこれで期間の指定ができるようになりました。例えば1月1日から1月31日あ、すいません、1月31ですねの、ま、23時までみたいな指定もできるようになって、これを動かすことでこういうふうに風配図が変わってるのが分かります。まあ、他にもいろいろ設定の方法とかあると思うんですけど、まあ、最後に一つだけ、この風配図を真ん中じゃなくてどこかに移動したいっていう時はここに点を適当に置いてあげて、ラインのですね、でポイント、センターポイントです、ここですね。でセットしていきます。セットワンポイント、そうすると今位置が変わったの分かりますかね。原点からここに移動しました。これは点を中心として風配図を置いてくれています。こういう風に移動したいときはセンターポイントで点を指定してあげて移動するっていう感じですね。それとあとは他にもその風配図のサイズを変えたりだとかいろいろな設定ができると思うので、各自で勉強なさってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。